おはようございます。バングラデシュから戻って一晩明けました。今日はなんかちょっと曇り空なんだけど風があるんで、若干楽な朝です。昨日の晩、ちょっと雨に降られたんだけど、その後で夕飯でクイティオという、麺だけど、ちょっとタイ料理というよりも中国っぽい麺を食べて、近くのコンビニでビールを買って、飲みました。バングラデシュでも向こうのお酒っていうのがあったんだけど、もともとというか全体にイスラム圏なので、さすがにビールというのはなくて、そうですね、1週間3、4、5日ぶりのビールでした。今朝はさっき今コンビニ行って、もうちょっと飲んだんだけど、この豆乳とバナナとそれからこのヨーグルトを買ってきました。これが朝食です。あとコーヒーでも入れてと思ってますが、バングラデシュのコックスボザールというところではラカイン族の家にお世話になってたので、料理はもう本当にラカイン風というかミャンマー風のものが多くて、それはそれですごく美味しいんだけど、帰ってくるというかバンコクへ来ると、日本での生活に近いものっていうのがこう周りにいっぱいあるわけですね。なんか戻ってきたなという感じというのは、僕はすごくバンコクへ帰ると、日本に戻ったような一瞬に錯覚を覚えるような時もあるけれども、その生活がね、非常に日本世界に近いというか、その欧米日本に近い部分があるので、急に戻った感じだから、ヨーグルトとバナナとかね、そういうようなものってなんとなくこう朝食べたくなるという感じですね。それはバナナだってバングラデシュいっぱいあるんだけど、ヨーグルトがあんまないかな。そういう世界の朝になります。アジアいろいろ歩いて、航空券の関係で最後バンコクから帰ることが多いので、バンコクへ戻るとこんなような時間がありますね。何か日本に帰る前の予行練習じゃないけど、近い世界で に戻ったみたいな感じでしょうかね。バンコクという街はアジア、日本から来るとすごくアジアの匂いがするんだけど、アジアの各国の、僕は特に田舎行くことが多いので、そういうとこから帰ってくると、すごく日本に近づいてきたなという感じは持つ街です。さっきここはコインランドリーがあるので、そこで洗濯して、泥がいっぱいついたズボンとか、なんかシャツとか、今機械が洗ってると思いますけど、なんとなくこうバングラデシュが消えていくっていう感覚っていうのはありますね。今日は本来ならここでもう今日日本に帰るようなことが今までも多かったんだけど、日本が今PCR の陰性証明を貸しているので、これからPCR 検査を受けに行きます。それで明日結果が出て、それが陰性ならば帰ることができるという状態ですね。
ちょうどあのここから近いところに、1500バーツですか、前、ちょっと円安なので4円と計算すると6000円、やっぱりそうね、安くはないけど、前僕は万国病院で受けた時は3800バーツですから、もうね1万円、1万5000円ぐらいの料金払ったところより安いところが、見つかって、そこ行ってこようと思います。これでいよいよ、まあ、日本に帰るということになるんだけど、まあ、何回海外で受けた陰性証明って何回目か分かん、あの PCR 検査ってもう何回目かなんだけど、まあ、これでね陽性が出ちゃったりするとまだ10日間バンコクにいなきゃいけないので、まあ、いつもちょっとこう不安ながら、うん、検査を受けます。まあ、そういう街かなという感じがしますね。僕にとってはね、万国という街はね、まあある程度言葉もわかるし、慣れてるしということで、まあここへ戻ってきたという感じの朝ですかね。まあいろいろ日本の仕事とかそういうのもいろいろ一気に戻ってくる感じはしますが、まあとにかくこれからバナナと豆乳とヨーグルトコーヒーでも飲んで PCR 検査行ってきます。じゃあ朝は、挨拶はこんなところで。